今週は明るい未来の実現に向けた沖縄21世紀ビジョンの取り組みについて県企画調整課の下地さんと一緒にお伝えします。まずはこちらをご覧ください。これは沖縄経済の最近の特徴をまとめたものです。沖縄21世紀ビジョンが策定されてから雇用情勢は完全失業率が2年連続で 5% 台を維持し、有効求人倍率も4ヶ月連続で過去最高を更新するなど着実に改善しています。また沖縄を訪れる観光客の数が初めて700万人台を記録するなど観光業も好調を維持しています。このように県民が描いた将来像の実現に向けて目に見える形で成果が現れ始めています。この沖縄21世紀ビジョンというキーワード、ご存知の方も多いと思いますが、改めて概要を教えてください。はい、沖縄21世紀ビジョンは県民が望むおおむね2030年の沖縄の将来像を描いたもので、平成22年に策定されました。県民の皆さんから寄せられたおよそ2700件に上る様々な意見を集約し、ご覧のように沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島、心豊かで安全安心に暮らせる島といった5つの将来像を描いています。なるほど。また大規模な基地返還とそれに伴う県土の再編、離島の新たな展開などといった克服すべき沖縄の4つの固有課題を示しています。まさに県民みんなで考え一緒に作り上げた基本構想と言えるわけですが、そうしたビジョンの実現に向けて実際にどのような取り組みが行われているんですか？はい、県では現在産業振興、子育て、福祉、医療、文化、離島振興など幅広い分野でおよそ1700の取り組みを実施しています。そしてこれらの取り組みは年度ごとに沖縄県 PDCA を実施し、検証や改善を行い効果的な推進を図っています。なるほど。一つ一つの取り組みに対して検証と改善を重ねながら、その時の必要に応じて軌道修正を行っているわけですね。そして今年度行われました沖縄県 PDCA の実施結果に対する皆さんの意見を12月まで募集しています。実施結果はホームページにてご覧いただけますので、ぜひ皆さんのご意見をお寄せください。わかりました。さあ、沖縄21世紀ビジョンは県民全体で目指す沖縄の将来像です。目標と課題を共有し、みんなで意見を出し合いながらより良い沖縄県にしていきましょう。続いて県からのお知らせです。平成27年度後期技能検定のご案内です。技能検定は職業能力開発法に基づく国家検定制度で、合格者には技能士の称号が与えられます。詳しくはご覧のところまで。県ではご覧の3つの会場で NPO 会計講座、税務講座を開催します。受講料は無料ですが、事前の申し込みが必要です。詳しくはご覧のところまで。県立博物館・美術館では10月25日まで企画展石田隆渦巻く光を開催します。絵画、映像、音楽などさまざまな表現形式を行き来する石田作品の魅力をご堪能ください。その他のお知らせはご覧の通りです。以上、県からのお知らせでした。ここで視聴者にプレゼントのお知らせです。今月はこちらの商品を抽選でプレゼントいたします。ふるってご応募ください。うまんち広場はインターネットでもご覧いただけます。こちらへぜひアクセスしてくださいね。それではまた来週お会いしましょう。一平二平デイビル。